こんにちは。今月もメッセージからご紹介します。狭山市にお住まいのゆうこさん、ゆりさん、ももかさん、こんばんは。こんばんは。暑い暑いと言っていた毎日もすっかり落ち着いて、かなり過ごしやすくなりましたね。今月のテーマ、いただきますということなんですが、お二人のおすすめの秋の味覚を教えてください。ちなみに私は何と言ってもモンブランに目がありません。はい、ということで、ゆうこさんには番組オリジナルのステッカーとことの葉ポイント20ポイントをプレゼントしちゃいます。イエーイ。はい、私のおすすめの秋の味覚はですね、秋は美味しいものがいっぱいだよね。いや、間違いない。なんかもう、なんだろう、最近もさ、栗とか、さつまいもとか、あの、かぼちゃ、最高ねえ。あと、ぶどうも美味しいし、サンマ、食べてないけど、てか食べたいんですけど、松茸。ああ、いいっすね。ねえ、食べたいな、松茸。わあ。ねえ、松茸食べたいんですけど。おにぎりじゃダメですか？松茸のちゃんと入ったおにぎりだったらいいです。今度聞いてみましょうか。誰に聞いてみるの？値段がすごい高くなりそうだね。はい。松茸おにぎり。松茸おにぎりも美味しそうです。というわけで、私の秋の、おすすめは、ぶどうです。あ、ぶどうなんだ。ぶどう大好きです。はい。ぶどうなんだ。止まりません。いや、ぶどうなんだ。なんか全然栗、芋、行くのかと思ったら、ぶどうなんです。はい、ぶどうです。あの、大きい粒の方、ちっちゃい方。大きいのが好きですね。皮ごと食べれて種がないやつが好きです。なるほどね。横着ですね、全体。はい。いっぱい食べたいです。ももちゃんは、私は、芋栗。ああ、芋栗。芋栗、でもご飯。わあ、美味しいね。絶対美味しいっすよね。そう、こないだ、大きいさつまいもを買ったんですよ。すごい大きかったの。な、もう 4L ではないんだけど、なんかこれはすごい大きいやつよって言われたんだけど、なんかそれを使って、まあ、芋ご飯も炊いたし、スイートポテトも作ってみた。わ、最高っすね。うん、スイートポテト私大好きなんだよな。美味しくできたよ。いやー、いいな、食べたい。ぜひぜひももちゃんも作ってみてください。いや、作れないんでお裾分けしてくれたら。じゃあ今度収録前に作ってみます。自分ではやらないっていう。いいですね、秋は。いいね、何でも美味しいですね。きのことかも美味しい。ああ、美味しいね。うまいとか言っちゃった。うん、ね、美味しいですね。美味しい。いや、いいな。まあ、とにかく秋は美味しいものがたくさんあって、考えるだけでお腹が空いてきちゃうんですけど、ではももちゃん、今月も行ってみましょう。ゆりとももかのことの葉の音、イエーイ。はい、改めましてこんばんは。愛知県は車の名産地で歌出身の歌うたい高根ゆりと言います。よろしくお願いします。こんばんは。埼玉県出身シンガーソングライター小川桃香です。よろしくお願いします。よろしく。そして私たちをサポートしてくれるのはこの人。こんばんは、風の旅団イムタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イムさん、イムさん、前回の収録後なんだか忙しかったみたいですね。そうなんですよ。何日間か旅行行ったり、風邪をひいたり、虫歯を発見したり、バタバタです。さっきね、旅行のお土産もいただきましたね。ね、ありがとうございます。はい。はい、まあ、詳しいお話などはまた、時間のある時にいたしまして、ももちゃん、時間。ももちゃん、今月のテーマをお願いします。はい。先ほどメッセージの中でも紹介させていただきましたが、改めて発表しちゃいます。今月のテーマは、いただきますです。です。はい、そして今月のゲストをご紹介させていただきます。どうぞ。はい、というわけで、この FM ルピナスがあります埼玉県川越市で、子ども食堂をはじめ地域の子どもたちのために数々の授業を展開されている子育て日和代表の小池真奈美さんにおいでいただきました。イエーイ。今日はお招きいただきありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。前回のね、放送でご出演お願いしていたんですが、スケジュールの都合でちょっと事情ね、今回改めて
越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。イムさんがどうしてもゲストにお迎えしたいってずっとおっしゃってて、きっと素敵な方なんだろうなって思ってたんですけど、先ほどご挨拶をさせていただいて、イムさんさすがって思っちゃいました。ねえ、ももちゃん。ですね。小池さん、なんか今さんがちょっとご迷惑をおかけしなかったですかね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？光栄です。思います。今日ありがとうございます。ありがとうございます。それでは改めて自己紹介をお願いしても大丈夫ですか？はい、埼玉県川越市で子供の居場所づくり、あと子供食堂だったり、あとは障害がある方を差別する環境をなくそうとか、いろんな、あとは、地域の作物を地域の方に食べていただくっていう地産地消、そういうことを、活動として取り組んでいます。子育て日和ってひらがなで書くんですけど、子育て日和っていう団体で、代表をやらせていただいています。小池と申します。ありがとうございます。小池さんは幼稚園の先生や保育士、食物衛生責任者の資格をお持ちになっている動画返しているんですが、はい、子ども食堂を始めるきっかけのようなものをお聞かせいただけますか？私はそうです。幼稚園と保育園で15年間ぐらい働いてたんですね。それで、コロナが始まった頃から、うん、やっぱり自分も子供が3人いるんですけど、そう、やっぱりそのソーシャルディスタンスとか、うん、会食の禁止とかで結構子育てされてる方が孤立してるなっていうのを現場で肌身で感じて、まあ、幼稚園の先生としてできることもあるんですけど、ちょっと違う角度から何かやっていくことが今ね、お父さんお母さんのために必要なんじゃないかなって思って、結構いつも何も考えずにとりあえずやってみようっていう感じで生きてるんですけどやってみるかっていう感じで、本当にそんなになんかね、大きな大賞を抱いたわけじゃなくて、やってみようっていう感じで始めて、1年半前ですかね、始めて、で徐々に徐々に大きくなって、いろんな方がねご協力してくださって今に至るっていう感じです。はい。なるほど。私は普段飲食店で働いてるんですけど、あ、そうなんですね。はい。子供食堂を始める前のイメージと実際のギャップを感じたこととかってありますか？はい、ギャップ。そうですね。子供食堂って聞くと逆にどんなイメージですか？お二人は。そうですね。どういう人が来そうな。基本的に最近ちょっとまたなんかテレビとかでも取り上げられてるのを見て変わってきてはいるんですけど、例えば母子家庭のお子様とか、やっぱお家に帰ってもお母様がね仕事されてていない時とか、子ども食堂に来てご飯を食べたり、そのみんなとの交流したりっていうイメージがやっぱ強いかな。そうですよね。そんな感じですね。そう、なんかやっぱりそうですね。母子家庭でも、貧困っていう言葉が結構先にイメージされちゃう。子供食堂イコール貧困のためみたいな。そこがやっぱりメディアとかの力でどうしてもそういうイメージになっちゃってるんですけど、子供食堂ってそんなに、まあやってる方によっても違うかもしれないんですけど、私たちの子供食堂は特にそういう貧困の方どうぞ、母子家庭の方どうぞっていう風にやってるわけではなくって、まあ、実際に自分たちも始めた時はそういう人たちのためにやるべきなのかなっていう思いもあったんですけど、やっぱやっていく中で困ってる人とか寂しい人って貧、お金があるない関係ないなっていうのはすごく感じて、お金があっても寂しかったり、お金がなくても幸せだったり、そこってやっぱ人それぞれなので、まあ、みんなで子育てしようっていう雰囲気の中でいろんな幸せが生まれるんじゃないかなっていうのはやりながら気づいたところではあります。はい。そうなんですね。本来は、実際に私たちがお伺いするべきなんですが、一食につき、どのくらいのお値段でご提供されてるんですか？基本的に、はい、お子様だけじゃなくて、大人の方も利用可能だというふうにはお伺いしたんですが。はい。一食、子供は無料です。子供の定義も、自分が子供って思えば子供でいいよって言ってて。そう、一応ね、うん。そういう感じで。で、
大人は500円いただいてます、うん、はい、そうなんですね。その金額で提供するってなるとやっぱ食材の仕入れの、うん、のひなんか、そうですね、人件費の節約とか大変には、そうなんです、物価高が ね続いてて、はい、お米とかもね高いので、高いですよね。でもあの地域の小児科の先生がふるさと納税で、うん、あのいただいたお米をご寄付いただいたりとか、うん、あとは、そうお野菜も地域の農家さんが規格外のお野菜、フード、うん、うん、と売り物にならないけど形とかの関係で、はい、食べられるものとかを子ども食分ご寄付いただいたり、あと本当に、いろんなところにこういうものが不足してますということを発信して、お弁当の容器だったりいろんなものを地域の方が、周りの方が、お手伝いをご寄付いただいて、なんとかやっている感じですかね。あとは子どもハッピーチケットっていうのを発行して、はい、1枚200円で地域の方が買っていただけるように、でそれが子どものお弁当一食になりますっていう感じで、うん、今川越市の、レストランと小児科歯医者さん、接骨院とか、あと居酒屋とかいろんなところに全部で、18箇所ですかね、うん、置かせてもらってて、それでなんとかこううまくやってる感じですかね。すごいすごい。私はあれですよね、はい、あの初めてお会いしたのが、はい、前にゲストにもう2回出ていただいてる金子社長のところでお会いして紹介されたんで、はい、金子社長もお米の方ね、あ、そうですね、いただきました、川越米美味しかったです。とっても2人もあれですよ、あの金子社長出ていただいた時に、あのご飯いただいて、あ、そうなんです、ね、すごい美味しかったです、ですよね。赤飯だっけ、赤飯もいただきましたね美味しかったです。はい、いやでもすごいですね、あの地域一体となって支えているっていうか、うん、みんなで作り上げているっていう感じがすごく素晴らしいなって思いました、うん、あの実は今日お会いする前に小池さんの SNS を見させていただいたんですけど、子ども食堂と並んで子どもの居場所づくりという言葉が気になったんですが、はい、こちらもよろしければお教えいただけますでしょうか。あ、居場所、そうですね、居場所あります。居場所難しいですね。深い、うん、実際に言えば居場所だって言えば、うん、言えば居場所なんでしょうけど、うん、そこが例えば精神的気持ちの落ち着く場所であるかって言ったら、うん、残念ながら365日がそれとは当てはまらないんですよね、うん、そうなんですよ、うん、そうなんですよ、居場所って思える場所があるかっていうところがすごく大事で、うん、結構昔は駄菓子屋さんがあって、うん、ね、学校学校とお家以外に子供がちょっとホッとできる場所、うん、あと空き地、サザエさんとか、あのね、カツオくんとかがサッカーとか、ドラム缶があるとか、ね、あ、そうそう、ドラえもんとか、そう、はい、いいんですか、こういう、こういう名詞ダメですか、大丈夫ですか大丈夫です。そうとか、あとね、ちびまる子ちゃんが夜駄菓子屋とか、やっぱそうやって子供が自然と集える場所って昔はあったと思うんですけど、うん、もうどんどんね、空き地もないし、公園はね、ボール遊びが禁止だったり、ちょっと子供がこう、集える場所っていうのが物理的になくなっている。ですよね、なんか、ちょっと話に聞いたんですけど、やっぱあの子供への犯罪がやっぱり結構地域によってはあるみたいで、もう子供が外で遊ぶことを禁止されているような地域もあるみたいですよね。何でも、ね、公園の遊具とかも危ないからって撤去されちゃったりとか、うん、そう、子供のが自由にのびのび遊べる場所、過ごせる場所っていうのがやっぱり今の時代少ないのかなっていうのがね、あって、で子供が本当に自然に来れて、いつでも来れて、ちょっとなんてクールだって言ったらあれですけど、お家がね、もしかしたら居心地が悪い子供もいるかもしれないね、ちょっとここで心が休まるような居場所とか、お父さんお母さんにも、ね、おじいちゃんおばあちゃんにも子供たちにも、そういうコミュニティの場っていうのがあればいいなって私は個人的に思って、うん、その子ども食堂っていうよりも居場所づくりっていう感じで、あの居場所づくりの一環で子ども食堂がありますよっていうスタンスでやってるんですけど、うん、はい、素晴らしいですね。なんか前、ご協力いただいてる社長さんたち、あ、社長さんたちっていうのは企業の
社長さん方、石村社長はもうお出になってるんで、あ、そうです、大丈夫です石村社長は本当ね、いつもご協力いただいてあれなんですけど、そうでなんか会に参加させていただくことがあって、で、あの男性の方に皆さん居場所ありますかって聞いたら、もうスナックかなみたいな、そうなんかね、そういう場所があってなんか気軽に話せる場所とかあるといいですよね。そうなんですよ、大人はお金払えばそれでちょっとホッとできる場所ってねあるんですけど、子供ってやっぱりどうしても、まあ、スナックのような場所がね、なんか言い方変かもしれないですけど、それが駄菓子屋とか、そう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 、親じゃない大人にこう見てもらえるとかね、そういう場所があればいいなって思ってやったりしてます。はい、すいません。私は大人の居場所っていうところもちょっと気になったんですけど、そうですね。そう、今ね、大人の居場所もね、なかなかやっぱり、お母さんとか特に小さい子の子供育ててると本当にずっと家庭の中にいて一日大人と一回も喋んないとかね、やっぱり小さい子の相手って結構ね大変なことも多いと思うので、ちょっと一人の人間なんですけど、もともと一人の人間に戻れるこのね、誰々のお母さんとか誰々の奥さんとかじゃなく、こう一人の自分に戻ってちょっとホッとできるような、そういうこともできるように、大人食堂とかもやったりしてるんですよすごい、親もメニューとかでもどういうの、メニューはその大人向けに、なんかその近かったら行きたいこの前すごいよかった、牛肉の赤ワイン煮込みとか、おしゃれすごい、じゃがいもの大葉ジェノベーゼあえとか、うん、ちょっと絶対美味しい大人風味で出してみたりして、ちょっとね、ほんの2時間とかなんですけど、ちょっと楽しく過ごしてもらって、またよし頑張ろうっていうきっかけになればと思って、そんなこともやったりしてます。ももちゃん実家帰ってきた時に行ってみれば、はい、埼玉なんで来てください、はい、家で悪いものばっか食べてるとか、そんなことないよね悪いものばっかそうなんですね、子供のためって考えますとどうしても子供中心っていう目線になっちゃうんですけど、子供を育てる大人も健全じゃないとダメっていうことなんですね、うんうん、なんかちょっと耳が痛いお話でしたねそうですかそうですね、大事ですね、はい、ももちゃんのねお姉ちゃんが最近、はい、うん、お子さん生まれたばっかりで、あ、おめでとうございます、ありがとうございます、私じゃないんですけどねえ、それこそ一人の時間がやっぱもうない、うん、今はない状態なんで、ねえ、外にもあんまり出れなかったりとかもあるんで、なんかやっぱ昔とかはやっぱ家族化じゃなくて、だいたい複合家族でおじいちゃんおばあちゃんがいたりとか、やっぱ近所の方もやっぱご縁がやっぱ近所で同士が仲良かったりとかで、やっぱ孤独になる可能性と確率っていうか、だいぶ少なかったと思うんですけど、最近やっぱ近所、ご近所関係とかも、そうですね。まあ、一人暮らしで言うのもなんなんですけど、本当に近所に誰が住んでるか知らないの。そうなんですよ、ね。いや、わかります、わかります。まあ、すれ違ったら、まあ、会釈したりご挨拶はするんですけど、その程度で。なんかあれですもんね、挨拶行かないでください。なんかありますよね、言われました。そうなんだ。お部屋借りるときにもうそういうのは一切しないでくださいみたいな。お家買ったりするとまた別の話なんでしょうけど、する人としない人とね、うん、あれがまたトラブルの元になるから、もうしないで一括しますみたいな、うん、あれですよね、うん、なんかありますよね、犯罪的な、ね、ものとかもやっぱり可能性があるかもだし、うん、難しいですね、難しいですそれではちょっとラストのコーナーにはなるんですけど、ありがとうを伝えたいのコーナーに参りたいと思います、普段なかなか言い出せなかったり、はい、よく考えてみるとありがとう伝えておけばよかったなといった思いをラジオを、ね、通して伝えていただけたらなというコーナーになってますね。今回はゲストの小池さんにお伺いしたいと思います。はい、私たちの活動は本当に皆さんのご協力のおかげで成り立っているものなので、いつも皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、私は2人でこれをやってるんですね、うん、で、副代表のデン、苗字がデンって言うんですけどそう、新潟出身の子で、デンにはデンちゃん、デンちゃんって言うんです、デンちゃんには本当にいつもなかなか近くにいすぎて、あんまり直接ありがとうってなんかさらっと言うぐらいで、
あんまり伝えられてないんですけど、本当に彼女がいるから私は頑張れてるっていうところがあるので、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。れんちゃん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今度一緒に来てもらいましょう。あ、いいですね。また出てもらいましょう。いいですね。お願いします。イベントとかある時にね。あ、そうですね、はい、もっと小池さんのお話をお伺いしたいんですが、そろそろおしまいの時間になってまいりました。この番組は令和6年10月22日の配信となります。小池さん、22日以降のイベントなどの告知などございましたらお願いいたします。私たち子供食堂日和っていう、ウニクス川越とウエスター川越の、お外の広場を借りて、大きなイベントを毎年1回開催してるんですけれども、また来年の4月も、開催予定なので、トミカで遊べたり、大きなステージでダンスの発表があったり、いろんな楽しい催しが、なんかまだ本決定ではないんですけど、もしかしたら予防接種のうち漏れがないかとか、そういうのも小児科の先生とも協力してやっていけたらっていう、この子育て家庭が楽しめるイベント開催予定ですので、よかったら遊びに来てください。12月にルピナスでイベントをやるので、それにも参加してもらえませんかって話をさっき加藤さんとお話ししてたので、ご検討ください、はい、ぜひお願いします。はい、次回のことの葉の音は令和6年11月26日の配信となります。番組のテーマはゆりさん、お願いします。はい、次回のテーマはですね、じゃあまたこのケロちゃんから、じゃん、あ、こっからだよね。続くね、続くね。はい、いきます。次回のテーマはじゃん、お腹いっぱいでーす。まあ、食欲の秋のど真ん中なんですけど、お腹いっぱいにちなんだ皆様からのコメントをどしどしお待ちしております。他にも応援メッセージ、こんなことにチャレンジしてほしい等のリクエストもお待ちしております。はい、番組オリジナルステッカー、あ、すいません、すごいすごい、もうあるからね、これでお願いします。お願いします。はい、もう時間少ないですけど、ゆりさん、なんか告知ありますか？はい、今週ですね、10月27日の日曜日ですね、流通センター、というところで M3 同時音楽即売会というものが行われます。そちらの方に出展予定なんですけど、そちらでなんとミニアルバムを発売しちゃいます。イエーイ、ぜひぜひお買い求めいただけたら嬉しいです。私のその YouTube とか TikTok とかでもご視聴いただけますので、ぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。そして、それに伴いまして11月16日の土曜日お昼ですね、田畑にございますライブスペースマリルさんでミニワンマンライブを行います。はい、ミニワンマンと言いましても2時間たっぷりやりますので、ぜひぜひ来ていただけたらなと思います。チケットも絶賛発売中ですし、ご予約もお待ちしております。はい、というわけで、ももちゃん、お願いします。はい、私は、来年かな？来年、2月の9日、誕生日当日に、ワンマンライブが決定しました！イエーイ！日曜日なのでね、全国民の休みでございます。皆さん、全国民来れちゃうよ。はい、お集まりください。お茶の水、パルトネルさんというところでやります。なので、ぜひね、X とかに詳しい情報は載っけていきたいと思うので、ぜひ、ここ、見てください。下に載ってます。概要欄ご覧ください。はい、お願いします。小池さんの情報も、概要欄とか、そういうところに全部載せておきますので、はい、後でご覧ください。これちょっとやってみたかったんです、はい、これいいですね。出るんですか？テロップが出るんじゃなくて、この画面の下に概要欄、あ、そういうことですね。こちらに載ってるので、見てね、概要欄ちゃんと開いてみてね。はい、はい、そこですね。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。湧き汗が、はい、時々出ていただいて、はい、いいですか？もしよかったら、お待ちしてます。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。小池さんのイベントの時に歌うチャンスとかあったら二人声かけていただければ。なんかね、もう二人とも声がすごい綺麗ですもんね。聞いてみたい。お歌がありました。
はい、はい、何言ってんの。ありがとうございました。そういうのも込めてよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで次回のことの花音も見てね。ねえねえ、何？ネット回線今いくらかかってる？5000円。ねえ、高っ。速度遅いけど。それ見直した方がいいよ。めんどくさい。簡単に相談できるから。本当？窓口は概要欄専用ホームから。1分で完了。